ウィル・フォーテはアメリカ合衆国のコメディアン、俳優、脚本家、コメディアン。1970年、カリフォルニア州アラメダ郡生まれ、父親は金融関係の仕事に就いており、母親はアーティストだった。高校時代はスポーツに打ち込み、持ち前の人柄からクラス委員にも選ばれている。高校卒業後はカリフォルニア大学ロサンゼルス校へ進学し、後々は 父親と同じように金融関係の仕事に就こうと考えていたが路線を変更してコメディアンを目指た。1997年にトーク番組司会者のデイビッド・レターマンがホストを務める人気番組レートショー・ウィズ・デイビッド・レターマンの脚本家として採用された。しかしその翌年にニューヨークを離れてロサンゼルスへ渡りコメディ劇団のザ・グラウンド・リングスへ参加。 同劇団にて、後々の才能となる、脚本技術やコメディ技法を学んだ。2002年からは、人気コメディ番組、サタデーナイトライブへコメディアン、脚本家として参加してブレイク。その後は、映画や、テレビ番組などの俳優としてもおなじみになり、様々な作品へ出演している。これまで、プライムタイムエビーショーに二度ノミネートされている。 また2013年に出演したブルース・ダーンとの共演作ネブラスカ二つの心をつなぐ旅の演技がアメリカ国内で高く評価されインディペンデント・スピリット賞をはじめとするいくつかの賞にノミネートされナショナル・ボード・オブ・レビューの最優秀女演団優勝を受賞した。ありがとうございます。